スノーマン、メグロレンが8月30日、金曜日発売の GQ ジャパン、コンデナストジャパン特別表紙版に登場する。インタビューでは自身が思い描くジェントルマン像や仕事に対する向き合い方などを赤裸々に明かしている。動画、大はしゃぎで5大ドームツアーを発表するスノーマン。メグロレン、日本民芸館西館を舞台にフェンディーをまとって登場。 スノーマンのメンバーとして、そして俳優、フェンディ、フェンディのジャパンメンズブランドアンバサダーなど多岐にわたって活躍するメグロ。同志のファッションシューティングでは、民芸運動の主唱者である柳宗越の辞呈であった日本民芸館西立を舞台に、フェンディを待とう。インタビューでは、13歳で事務所に入ってから、誰にも求められない時期が結構長くあったと過去を振り返る。 その経験が今の仕事や人に対する紳士的で謙虚な姿勢につながっている。そんな彼自身が考えるジェントルマン像については、忙しくていっぱいいっぱいになっていても、周囲に優しく接することができる人、だと語った。その他、作品を通して届けたいことや仕事への向き合い方など、日々大切にしていることを明かしている。 通常版の表紙にはジョージ・クルーニーとブラッド・ピットが登場。一方、通常版の表紙には新作映画ウルフズで共演を果たしたジョージ・クルーニーとブラッド・ピットが登場。ロングインタビューでは過去30年間、華やかなハリウッドを共に歩んだ二人が、60歳という節目で迎えた新たな境地から名声の代償まで、ザック・バランに語っている、 通常版、特別表紙版ともに表紙以外の内容は同じ。他、国内外のアーティザナルデザイナーや最新ジュエリーとファッションのコーディネート術、コーチェラのステージで観客を魅了したエイティーズが世界的ポップスターの座に登り詰めるまでの軌跡。最新ファッションを俳優、若葉達也が見せるファッションストーリー、第77回カンヌ国際映画祭、国際映画批評家連盟賞を受賞した。 ナミビアの砂漠で主演を務めた河合優美が語る等身大の思いなどが掲載される。